ました。And, she will be speaking about 彼女は、ね、あの皆さんのプログラムにあるタイトルがあると思いますけれども、どちらにしましても彼女が、子どもたち、あの人々の、福島の健康調査を踏まえ、その避難する責任ということについてお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。私は避難の権利をめぐる運動と福島の状況についてお話したいと思っています。で、ですね、先ほど来話が出ていますように、今に至るまで、日本の、福島の、避難基準年20ミリシーベルトです。で、私たちはあのこの20ミリシーベルト基準の撤回、学校の利用基準に始めて、その避難基準としての20ミリシーベルト撤回を求めて、あのこの1年半の間、福島のお父さんお母さん方と一緒に、運動を進めてまいりました。で、ですね、今避難区域の再編が進められているんですが、あのこの20ミリシーベルト、期間の基準も20ミリシーベルトとされています。で、今原子力規制委員会の委員長候補になっている田中俊一さんは、原子力損害賠償紛争審査会という賠償を決める、政府の席でですね、政府が決めた20ミリシーベルトは、絶対なんだから、期間基準20ミリシーベルトを下回ったら期間を進めて賠償も早々に打ち切るべきだというようなことをおっしゃっています。ということで、この20ミリシーベルトは今に至るまで、基準として残っているわけです。で、20ミリシーベルトは先ほど来、話が出ている通り、日本の基準に照らしても非常にこう高い線量なんですね。法令による、公衆の年間の被曝限度というのは1ミリシーベルト、プロフェッショナルな人が出入りするその放射線管理区域は 5.2 ミリシーベルト、それから労働者の被曝基準ですね、認定基準、年5ミリシーベルトとなっていますので、20ミリシーベルトというのは私たちとしては、すぐ撤回していただきたい基準なわけです。で、去年来ですね、福島の人たち本当にこう避難するかどうかで悩まれた方がたくさんいます。この悲惨な声をぜひ見てください。子供を病気にするつもりで産んだんじゃない、5月に出産しました。3歳になる子供もいます。駐車場で10マイクロシーベルト以上、これはパージですね、10マイクロシーベルトパージ、家の中ですら 0.5 マイクロシーベルトパーアワー前後あります。恐ろしくて住めません。子供を病気にするつもりで産んだんじゃない、借金覚悟で逃げるしかありませんでした。放射線の問題さえなければ、引っ越す必要もありませんでした。原発は私たちの大切なものをすべて奪いました。こういった声で、心情で福島の方々は、あるいは在留せざるを得ず、あるいは避難を、決意してふるさとを捨てて、今避難生活を送っている方がいるわけです。ところが、この20ミリシーベルトを下回った、政府の指定した避難区域外の人は、当初は賠償の当てすらなく避難をせざるを得なかったわけです。そこに私たちは大きな憤りを感じています。で、このようにですね、アンケート調査でもですね、避難をしたくても避難できない福島の方々の多くが、経済的な事情、仕事の事情、あるいは社会的な合意が得られずに避難を決断できない人がたくさんいるわけです。で、こうした人たちの権利を守ろうということで、私たちは避難の権利ということを求めて、政府に対してこの福島の声というのを伝え続けました。しかし、政府は聞いてくれませんでした。これは去年9月の、私たちが、山内神戸大学教授に依頼して、測定した福島の中心地ですね、渡利地区という場所の、線量です。非常に高い線量です。1メートルで 3.87 マイクロシーベルトパーアワーなどなど、政府が決めた基準すら上回っているところもありました。で、さらに恐ろしいのがこの土壌汚染レベルなんですね。チェルノブイリの一番、規制の厳しかった特別規制ゾーンにあたるような、30万
ベクレルパーキログラムというような腸内の推量でそういう値が出ているわけです。さらにですね、時間が経つにつれて汚染はと収まるどころか、ある場所では汚染レベルが上がっているのにお気づきでしょうか。右下ですね、右下の小倉地という場所では汚染レベルが6月から9月にかけて上がっています。で、今年の3月そして今年の5月も調査しましたが、汚染レベル上がっているんですね。やはりその30万ベクレルパーキログラム、これはセシウムの汚染濃度ですが、そういった地域がたくさんあるわけです。で、そういう中で、人々は避難区域設定を要請しても行政はそれを拒否、除染はなかなか進まず順番待ち、除染土は今各家庭の庭で保管されているんですね。そういった中で、被爆を強いられているという状況があると思います。で、健康管理調査についてもお話ししようと思ったんですが、これについては前のセッション、そして質疑の中でだいぶ明らかになってきました。これが最近の甲状腺検査の結果ですね。A 判定、 B 判定、 C 判定、結節や嚢胞のサイズで決めてしまっているんですが、ただこれについてもですね、この判定でいいのか、セカンドオピニオンを求めたい、もっと詳しい結果が知りたいというようなお父さんお母さんがいるんですが、先ほどもお答えにあったように今、福島県立医科大学の方で一元的に調査を握っているために、これらの検査に疑問を感じても、そのクラリフィケーションとその結果を深く知ることが、お父さんお母さん子どもたちにはできない状況が続いています。そういうような状況を訴えたいと思います。どうもありがとうございました。Thank you very much. Okay, our last speaker in this session will be Wataru Iwata. He's with the Citizens Radiation Measuring Station located in Fukushima City. And he'll be talking about citizen action and all the issues that need to be addressed currently in Fukushima. Thank you very much.市民放射能測定所の岩田です。昨年の原発事故以降、健康に問題がないとする見解は政府をはじめ研究者、そして国際機関によってもなされてきました。福島医大が長崎大学、広島大学からの研究者、医師によって占められ、福島県内の、特に町のお医者さんをはじめとして医師の方たちの身動きが取れなくなりました。その町のお医者さんたちにとって、自分の患者が適切な医療を受けるために医大に送る必要があるとき、それを拒否される可能性から口を閉ざざるを得ない状況というのは同情に値しますが、しかし、現在福島県内では正常な医療を受けられている状態にあるとはとても言い難いです。甲状腺検査の結果、結節や嚢胞が 36% 近くに上る子どもから見つかっています。そして、本人あるいは家族が別の医療機関での追加の検査やセカンドオピニオンを得る権利すらも、奪われているというような状況、同然の状況があり、2年半後の調査まで追加の検査が受けられないという状態にある。これは正常な医療とはとても言えません。放射能に対する不安までをもう抑圧する状況というのは、さまざまな措置が、取られましたが、最たる形で現れた一つには、昨年9月11日、12日に行われた日本財団主催の国際専門家会議というのがあります。福島医大で行われたこの会議には、はい。お。大丈夫ですか？どこから話しましょう。はい、とりあえずセコンドオピニオンを受けたりとか、あるいは他の医療機関で検査を受けるというような、ことすらもはばかられるような状態があり、正常な医療が受けられる状態にないと。で、こうした放射能に対する不安までをも、抑圧する状況というのが続いてきたんですけども、さまざまな措置が取られてきて、で、それ最たる形で現れた一つには、昨年9月11日12日に行われた日本財団主催の国際専門家会議というのがあります。福島医大で行われたこの会議には、 IAEA、ICRP、WHO、アンスキアといった国際機関の専門家と、日本側は文科省の放射線審議会、法医研、長崎大学、広島大学などから
まあ、全体で約40名の研究者が集まり、いわゆる身内の会議を市民を排した形で行いました。この会議の結論では、まあ、当然予期していた通りなんですけども、政府の対策には問題はなく、福島では健康被害はないというものでした。記者会見の折に何種類の各種で線量再構築を行った結果、健康に問題はないと結論付けたのかと私が質問したんですけども、文科省の放射線審議会会長丹羽教授からは、そのようなデータはここにいる誰も持っていないと驚くべき答えが返ってきました。文科省がこれまで発表してきた事故初期以来の浮遊人の測定データが扱っているのは、要素131、132、セシウム134、137、テリウム132のたった5各種のみです。また現在では問題を初期の要素被曝と現在残るセシウムのみに意識づけようとする動きが大変強まっています。今年4月に経済産業省管轄のエネルギー庁が行った一般入札を法医研が落札し、事故初期からの要素と短命各種による内部被曝の線量再構築を行うこととなりました。独立した機関による調査、シミュレーションと再構築を行い、国の事業とのクロスチェックする体制が必要だと考えております。 WHO は今年5月に発表したレポートの中で、事故初期からの線量評価を最高で50ミリシーベルと、甲状腺被曝は最高が浪江町の乳児で100から200ミリシーベルトとし、日本政府はこの発表にうろたえました。しかしそのレポートの中では、初期プルームの要素とセシウムの比率を7対15としており、その50倍から80倍ものプルームが通過していたことは周知されています。これらは過小評価であるという批判は当然なされています。つい先日、内閣府は福島県で行われた甲状腺エコー検査結果との比較のため、福島県以外の3カ所で検査を行う方針を発表しましたが、これもまたエネルギー庁の一般入札にかけられています。誰が入札するか、そして、落札するか、そしてこの後をきちんと追っていかなければ問題なしの既成事実にされてしまう懸念もあります。これも同様に、独立した機関、医師、研究者による検査体制を敷き、クロスチェックを行う必要があります。私たち CRMS 市民放射能測定所は、今後避難の権利について触れられた原発事故子ども被災者支援法に多くの力を注いでいくつもりであります。選択的な権利に加え、こうした医療の状況、そして福島医大が主導する健康管理調査が国の事業に移行する際には、法律家あるいは国内外の医師研究者からなる第三者委員会の設置が必要だと考えており、その実現をしたいと支援法立法に携わった弁護士らと話し合っています。現在の福島の状況とチェルノブイリとの大きな違いは、事故が収束していないということのみではなく、自由で民主主義であると思われている、まあ、現在に至って私はそうは到底思えませんが、日本という国の福島で起こっている現状は、先進国といわれる国々の先例となりうる懸念があり、私たちのパートナーである海外のアソシエーションの多くも同様の懸念を共有しています。本日お越しいただいた各国の IBPNW の方たちと、現在の福島の状況が現在の世界を取り巻く共通した課題であることを共有できることに大変感謝しております。どうもありがとうございます。Thank you. We now have three brief comments from international people with great knowledge in this field who have followed the issues and will respond. コメントをいただきます。海外からのここにいる方々からコメントです。で、3分ずつお話しいただき、その後皆様からの質疑応答を伺います。最初はジェフ・パターソンさん、アメリカからいらっしゃいました。そしてウィスコンシンでファミリーメディスンというそういうまあ、細かい内容はどうぞパンフレットをご覧ください。ありがとうございます。皆様こんにちは。私たちこれまでの発言を聞き、そして岩田さんの発言からも明らかなのは、事故がまず起こってしまったのでは
もうすでに遅い。この福島のような事故、広島の原子爆弾、水俣病の発生、こういうことが起こってしまってからではその元に戻ることは不可能だということで、そういうことが長とにかく予防するしかないところです。アリス・ピーターソンさんはイギリスの方ですが、実際にこの白血病の発生についての研究をしました。普通の子どもよりも 1.5 から2倍の可能性がある。特に胎児ですね、胎児被爆をした子どもたちということで調査をしたわけですけれども、ですからその福島の子どもたちがそのレントゲンので受けるよりもそれよりも重篤な被爆をしていると、そして体に健康被害があるということは疑いもない、明らかだと思っています。そして私たちがこのようなことを放置しておけば、私たちの人間にも世代ごとに少しずつ少しずつその遺伝子の中に蓄積されてきたその放射能が何世代後に何が起こるか分かりません。でまたそれが自然の中に蓄積されていって、その生態系にどんな影響を及ぼすのか、私たちはその結果を見ることができないのです。私たちはもう一つ心配しなくてはいけないことがあります。それは核戦争です。原子力発電所があるということは核兵器の原材料を生産しているということに他なりません。今のところ核戦争が起こらないという幸運があります。広島と長崎の原子力爆弾の投下以来核戦争は起こっておりません。しかし実際にはこの間には戦争はなくても、大気中には大量の放射能が蔓延拡散しております。核兵器の大気実験、地下実験、そして福島やチェルノブイリの事故、こうしたことが放射能を拡散させています。ですからまず第一の予防策、今すぐできることは世界中の原子力発電所を全部閉鎖し、そして次に核戦争の脅威をなくすということに他なりません。ありがとうございました、ジェフさん。では次にピーター・カラモスコスさん、オーストラリアの、核戦争防止医療協会で活躍です。そしてまた国の原子力危険地放射能健康委員会の市民代表でもあられます。ありがとうございます。私この時間をいただきましてありがとうございます。私は日本じゃございます。ですから外国から来て日本の人たちの心情、そして福島の方たちの苦しみを思うと、私は私の想像を超えてしまいます。本当に私は皆さんに心からの、お見舞いを申し上げます。で私自身は皆さんにどうしろということはできません。私は3月11日に去年ですね、で実際にいろいろな物理的な被害がありました。しかしそれと同時に、その皆さんの体に直接的な被害がその日にあった。で、その時に自治体の職員、それから政府、そうした役人たちの言うことがその時から信じられなくなってしまった。そうした状況がずっと続いているのではないかと私は言います。つまり、この私たちはその放射性健康によって、私たちは政府に対して、オーストラリアでも政府に多くの提言勧告を出しておりまして、少しずつその私たちの活動が政府の信頼を得るようになってまいりました。
私は日本でもその基本的な、私たちが始めたようにその基本的な科学の基本に戻るということから始めたのです。その科学の基本でその議論の余地のない、そういうところから人間に対してこれをきちんと証明していくということ、感情ではなく科学を市民科学者たち、市民の科学ということでその信頼を勝ち得ていくということが重要です。もうこの100年代このような放射能というものが世界中に脅威を与えています。そしてそれについて、例えば原子力産業界は大きな利益を得ると言って言われていますけれども、そうした利益便益にかかわらずそのもんではないのです。つまり2、3ミリシーベルトとか、つまり何シーベルトでいいかどうかという問題ではない。その域値がどこに設定するかということでは問題ではない。例えば1から100ミリシーベルトの後で、例えばそこには必ずリスクがある。何ミリシーベルトだったらリスクがゼロという科学はないのです。つまり1000ミリシーベルトでもそれよりずっと低いシーベルトもリスクはあるのです。ゼロでなければリスクはあるのです。で、低線量被曝ということを、だから大丈夫ということは科学の基本ではを理解する人には絶対に言えない言葉である。そのことをきちんと言わなくてはいけない。私たちはとにかくこの意見をきちんと、とにかく私たちが自分たちの目的を見失わない、自分たちの立場を見失わない、科学者の中心的な方で、その支援を得ていくということが重要かと思います。ありがとうございます。アリンジェリカ・クラウセンさんが次に言います。 IPPNW の、ドイツ支部の代表でございます。で、彼女はまたチェルノブイリの健康影響という著書がございます。ありがとうございます。非常に参加できることを嬉しく思います。ここで伺ちょっとしたスピーカーの方に質問したいと思うんですけれども、名前をちょっと思い出せないんですけれども、第三者委員会の話をされています。3番目の方ですね。あまり時間がないので、クリニック、独立調査委員会の件で、がをお話しされた方なんですけれども、それについて議論をしたいと思います。そしてもう一つ、チェルノブイリの研究についてですね、ドイツによる研究ですけれども、チェルノブイリは放射線について3つの最も汚染された地域のみならずですね、放射能の1ミリシーベルト、2ミリシーベルト、オーストラリア、南ドイツ、北のスカンジネビア地域、ポーランドについての汚染状況ですね。チェルノブイリから9ヶ月後、事故の9ヶ月後、ドイツで分かったことは、他の国においても放射の汚染レベルは、再生に、子どもを産むということにあたってもですね、科学者の方からレポートがありますので、ハグシャープという方なんですけれども、そのレポートも行いたいと思います。彼は子どもに対する影響、胎児に対する影響があるということ、そしてダウン症が起こる可能性があるということ、そして遺伝的な影響、そして死産、そしてまた投げかけている問題としては、すべてのいろんな研究報告書を見ますと、彼が投げかけている質問は、もっと主流な科学に関して
投げかけるべき質問があるのではないか、遺伝的、史的な影響、そしてリトプロダクティブヘルスについても問題がある、影響があるのではないか、そしてこういった遺伝的な、そして低線量におけるそういった胎児、そして遺伝子的影響についてあるのではないかという疑問を投げかけたいと思います。調査を始めていただきたいと思います。4人のスピーカーの方ですね、ご質問いただきましたけれども、1番目の方ステージに上がっていただきたいと思うんですが、ディスカッションのいい、私の方で1番目のスピーカーの方ですね、はい、ではご自身説紹介を、自己紹介を、そしてコメントは非常に短くお願いしたいと思いますし、今どなたに対する答えかということもお答えいただければと思います。通訳のことについて今皆さん並んでる間にお尋ねしたいんですけども、会場の中で、機械の使い方がわからないとか機械がない方、うまくいってない方、手を挙げてください。でちょっとしばらく手を挙げておいてください。はい、スタッフの方が回りますので、みんなアイデンティファイしてもらいました。後ろの方、前の方もすいません、お願いします。こちらの方の方、後ろに4人ほどいます。あとこのあとスタッフの方もう一人いらっしゃいますか。川崎さん、こちらの方も2人、今お一人手を挙げてます。あと大丈夫ですか、後ろの方、はい、でもしまだでしたらもう一回手を挙げ続けてくださいね。よろしくお願いします。ではすいません、ちょっと並行してそろそろ始めていきますけども、みんな確認できましたでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。 Okay. Can everybody hear? So. みんな入ります、みんなステージに乗れます。Okay, now everybody's set on the stage. はい、大準備できましたでしょうか。皆さんステージに上がられましたでしょうか。質問、コメント、終わりの方お願いいたします。Please in the middle. These are all professors. They will talk if you don't ask questions. 質問がなければプロフェッサーの方々が、教授の方々がいますので。真ん中の方にマイクをお願いいたします。Is there a microphone that we can use? マイクはありますか。 We need a microphone in the audience.福島老朽原発を考える会という、まあ、小さなグループで活動しています青木と申します。で私たちはですね、去年の5月以来福島県とそれからその周辺の県の子どもたちの尿検査をしてきました。でその結果ですね、大体、0.3 ベクレルから、上は5ベクレルパーリッターぐらいの、セシウムが検出されています。でそれが今でも続いてます。で多分食品から取ってる量が多いと思うんですが、で、まあ、こういう結果からですね、尿検査っていうのが非常に有効だなというふうに感じておるわけですが、実は最近あるペーパーを読みましたら、尿から出てくるのは血液とかリンパからリンパ液ですね、そこに含まれてるものが尿から排泄されてくると。だから体内に蓄積されてしまったセシウムは
尿検査ではわからないというようなことをちょっと読んだことがあるんですが、その辺についてですね、本当にそうなのかどうかということをちょっとお伺いしたいと思います。セシウムが500日ごとに出てしまうわけですね、尿として。尿から出るセシウムの半減期が10日間ぐらいですから、ですから、日本の場合には、そのかなりですね、その食べた食事、それからその時の調査の秘密によってだいぶ違います。でそのベクレル40ベクレル1リッターのうち 40ベクレルであるとセシウムのレベルであると、例えばこの場合はそのある一定 の, その膀胱に蓄えられる分量がありますの で, でそれがこうしたまあ血液とリンパの中から出てくるものという意味では、ある一定のレベル以上は出てこないということです。これはヨーロッパの検査で分かっております。Thank you. My name is Dave Sweeney. I work with Australian Environment Organization, and we work closely on uranium mining issues. ウラニウムのモニタリングをしています。関係の仕事をしています。メッセージ、コメントをオーストラリアのアボリジナルの人たちからのメッセージを示してみたいと思います。In October last year, that Australian uranium was inside the Fukushima reactor when it melted down. Australia supplies 20% of the world's uranium, and there are very many people who are deeply concerned about the impact of that. 使われていたウラニウムのほとんどがオーストラリアのこの。One of those who has been very strongly concerned and そのラニウムを供給している。で、そうしたことが国会でもオーストラリアの連邦政府に取り上げられました。そしてカカドゥというところですね、そのミラーと言われるその会社がテプコと契約をして、そしてウラニウムを送っています。そのイボンさんという人が直接の担当者ですが、福島からの皆様へというメッセージをいただいてきました。私たちもこのウラニウムの再興にノーと言い続けていきます。私たちがまずここでテプコと契約を結び、そこにウラニウムを送ったところから、その福島島が始まったのです。そのことを私たちはここ肝に銘じなくてはいけません。もしこれがなければ、福島はもともとなかったかもしれないと私たちは思います。で、政府は言います、このような連邦政府は国民に理解されないような、このような原子力発電所、これは将来に展望は持てないと私たちは政府に訴え続けます。ですから、この福島のような事故が二度と起こらないように、また二度と起こってはならない、だから私たちも地球の反対側でノーと言い続けます。市民団体、そして科学者の、みんなに私たちは支援を広げます。市民グループが一番強いのです、オーストラリアの産業界に。このメッセージを届けなくてはいけません。私たちはミラーの人間として、私たちも産業界にこのメッセージを届け続けることを誓います。パリソンさん、ありがとうございます。私ちょっと一言言いたいんですけれども、そのことについて一言何かありますか。今のお話は大変正しいと思います。私たちがこうしたレベルでパニックに症状に陥ることはない、パニックに陥ることはないけれども、私たちはその大気中の核実験を中止しました。でその理由というのは、子どもたちの膀胱であるとか、子どもたちの On the other hand, we need to keep in mind that this should not be there at all.
And the only way to prevent this from happening more and more and more in the future, because the cesium is not going to go away, it's going to be recycled through the environment over and over again as it moves up the food chain, is to stop releasing it into the environment. And the only way we're going to do that is to get rid of the nuclear power plant. 原子力発電所というものが存在する限り、この核施設、原子力施設から確実に大気中に微量の放射能は放出し続け、それが大気汚染し、環境汚染し、それに関連して私たちは汚染した食料を食べ続ける子どもたちに必ず影響が起こると思います。私たちはその環境に対してまあこの200年ぐらい前ですね、そのぐらいからまあ実際に私たちがこの放射能の影響が非常に大きくなって密度が高くなった、この30年ぐらい私たちはいろいろな違いを見るようになりました。しかしながらこの長い間蓄積したということを忘れてはいけません。さて、青木さん、フクロウの会の青木さんのことについてちょっと話したんですけれども、青木さんたちはフクロウの会で子どもたちの尿検査をやっていて、そして実際にそのもちろん肺元気はあるということは十分承知しておりますけれども、それを踏まえてもその市民のグループがチェックした尿検査の中のセシウムレベルが非常に高かったということです。で、まあこの努力も市民グループとそれから専門家のグループが協力をして成り立っているということです。他に何かありますか？私、JTPMW のメンバーで、さらにこの私は広島の第20回総会に参加いたしました。私、一つコメントがあるんですけれども、昨日のセッション後なんですけれども、セッション後で、その会議場の。思ったんですよ、実は。それですごくイライラしたんです。で、でこの時のディスカッションっていうのはですね、その放射線の被曝のレベル、それが健康にどのような影響を与えるかというそういうタイトルであったにもかかわらず、十分なディスカッションができませんでした。だからすごく私はがっかりしました。でその時 その参加者、フロアにいた参加者みんなは原子力発電には反対というのは明らかだったのに、片岡先生と金輪先生はその JTPMW のメンバーは誰もそのような明確な立場を表現しませんでした。私はこの JPPMW のメンバーとしてこれについて明確な立場を表明しないということが非常に残念に思います。で、核原子力すいません、IPPMW ですね、PNW のメンバーとして残念に思います。この3月11日の福島第一原発の事故を受けても、そしてこの日本でこのような状況になるのかというのが残念です。で、その私は JTPMW のその、まあ、常識というものが IPPNW の常識、世界的な国際的常識とかけ離れているんじゃないかと思います。IPPNW は長いこと一つの立場を保ってきました。これは原子力発電に反対するという強い立場です。そしてその理由は一般市民の健康被害ということが理由です。1998年に私たちはこの立場を組織して、スイスのバーゼルデンの確認しました。そしてスイスのバーゼルでは、その数年前でありますけれども、その会議で
そのウラニウム採鉱に反対するという、その採掘者のですね、交付の健康被害を取り上げ、そしてその立場も IPPMW として明確に採決いたしております。 Thank you very much for your speech. My name is Mako Oshidori. 私は日本語でいきます。谷岡さんの支援法のお話の中で、被爆と無関係ということを証明できない限り医療費を補助するというのはとても素晴らしいお話で、驚きました。で、少し危惧することがありまして、私は県立医科大や法医研の先生方が福島の県内の医師会や東京や京都や各地の医師会や、あと診療科学会や専門の、診療の学会で、彼らが現在健康被害が起こっても被爆と無関係であるという講演をあちこちでしているのを傍聴に行ったり音源を手に入れたりして確認しております。で、こっそり取材に行った時は、その県立医科大の先生が保健医の医師たちに向かって、現在何か健康の影響が出ても被爆と影響がつながるような線量ではないので一切問題はないと、ネットで煽りすぎだという講演をはっきり何度も口にしています。ですので何か被害が出ても被爆と影響がないということを医師たちはなんていうか悪意なく診断していく場合が、その可能性がかなり高いと思うんですね。なのでその場合はどういって対処するかというのと、あとチェルノブイリの事故後、ヨーロッパのお医者様方はどのような診療をされていたのか、その被爆の影響に対して割となんていうか、そのアグレッシブな診断をすると圧力がかかったのかどうか、その辺に関して教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、とてもいい質問ありがとうございます。私たちもその心配というのは当然考えています。で、こんなふうにしました。基本的には国が証明できないものは医療費の減免対象になるんだということを先ほど申し上げましたけれども、これは多分3つのカテゴリーがあるというふうに思っています。一つは長崎だとか広島の被爆からその問題になってきている、いわゆるその放射性の疾患と言われるもの、これ白血病とかその他のがんを含めてのものがそこに入ると思います。それから2つ目にはですね、今までなかった問題が生活習慣ということを含めて新たに起こってきたもので、それは先ほど言いましたように生活習慣上この放射性が環境にあるということによってその影響を受けて起こってきた病気というものが全て入るということです。3つ目には、今まで持っていた病気があるいはその疾患が悪化するケースというのがあります。例えばその認知症ですとか、それからその自閉症の障害を持っているその子どもですとか、生活習慣が乱されることによってそれまでの生活が損なわれることによって、例えばうつ病なども悪化するということは明らかです。ですから新たに起きた放射性と言われている病気、それから生活習慣から来るもの、そして同時にそのこれまでの病気がその悪化したケース、そのケース3つとも全部これは減免対象になるということを今ガイドラインを作っているところですので、それを言った場合に関係ないということを証明する方が難しくなるだろうというふうに思っております。すいません、ありがとうございます。追加なんですが、私千葉県の医師や、千葉県の汚染地域の医師や福島県内の医師にすべてアンケートを送って調査したことがありまして、その中の共通項として 3.11 の発災以降皮膚疾患がとても多かったという事例がありました。で、そのアレルギーであったり何かしらジンマシンであったり原因不明のものが多かったということなんですが、そのようなものもこれは含まれるということなんでしょうか。はい、含まれます。今盛んに内部被曝をはじめとして福島の子どもたちの影響が小さいというデータがたくさん出てきています。これは安全だということを全く意味していないというふうに思っています。そうではなくて、日本の母親たちが、そしておばあちゃんたちがとても賢くて、子どもたちが口に入れるものに
大変気を使ってきて、そしてもう命がけの戦いをお母さんたちがやってきたということたちが、この危ない環境の中でも子どもたちを守っているんだと、そのことを絶対にその誤解してはならないわけですし、ですから世界はそれを甘く見てはいけないわけですし、そして彼らも圧力をかけている一方でそれに対して罪悪感を感じてますから、やはりそういうその圧力めいたものがかかった時でもすぐやはり通報ができて、そういうものが明らかになって世界に知れ渡るような、そういうネットワークというものを片っぽで対抗的に作っていくということで、そういうものに対する対抗というものをみんなで頑張っていけるんじゃないかと思います。ありがとう。カラモスコさん wants to make a comment, please. Thank you so much. The point was made quite rightly that the effects of a nuclear accident are not specifically necessarily all due to the effects of radiation. There is the effect of the accident itself, the fact that people have to relocate, the fact that societies are broken down, families are displaced, the person's identity is intimately wrapped up with where they live. If you change that environment, it causes enormous psychological damage to that person. Post-traumatic stress disorder was very common after Chernobyl. Worse with the tsunami and the earthquake, but let's not underestimate the psychological impacts of a nuclear accident as well. And I think that definitely needs to be followed up. これもきちんとフォローアップしなくてはいけない。そしてそれも間接的な事故の原因であるというふうにきちんと明確しなくてはいけない。それでチェルノブイリの時もとにかくこれからですね、1年2年じゃありません、10年20年という長いこと、この影響が続くということを私たちは忘れてはいけないと思います。その放射能といった時に、放射線といった時に、その一番大きなその影響というのはがんであるというふうに言われています。確かにその通りだと思います。で、私たちはそれについて非常に脅威を恐怖を感じているわけですけれども、多くの場合そのがん発がん性があるということが言われていて、そしてもちろんそのがんが発症しないケースもいたって、実際にはそのがんだけが放射能病ではないし、そしてそれが発症するかどうかという問題だけにその左右されてはいけないということです。そして私はまた実際にこの疾病を、関連の疾病を見るときに、その全ての病気が全部放射線が永久であるというふうに言えないと思います。例えばその甲状腺にしても、多くの子どもたちに結節が見られたと思うんですけれども、だいたいその 50% から 60%、 その子どもたちには30% ぐらいはその放射線と関係なくても子どもたちにという、そういう報告もあります。で、実際に例えば原爆の被爆者たちはですね、できた結節がなかなか消えなかった、ずっと結節があった、そのままになっていてがんにはならなかったけれども、ずっと結節があったという、そういう被爆者の方たちもたくさんいます。ですから何か病気になったらすぐにそのこれは放射線によるものだというふうに直接的に決めつけてはいけないということを、決めつけることもできないということです。ただ重要な、この科学の重要なところは、その科学というものの分析をきちんとし、周りの状況の調査をきちんとし、何か変化があったときにすぐにこれがその影響であるというふうに結論付けない、これがいい科学だと思います。